皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は6月6日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。おスエちゃんのお母さんが立ち止まってあんたを振り向いて一緒に読んでくれるかねと心配していたのがぎゅーっとなった。彦根藩士はきっと紳士でお母さんを心から愛していただろうけど、いてほしい時に常に一緒にいられるわけではなく、当然本家を第一に大切にしていたのだろう。自分の好きな本を万太郎に読んでもらいたい、それを恋とも不況とも言うのなら、相手が好きだという花を丁寧に一筆ずつ心を込めて書いた植物画を送ることも、また恋であり不況でもあるよね。互いに己の活動に余念がない。万太郎はずっと物言わぬ植物を相手にしていたから、相手の気持ちをおもんばかることは下手なのかもしれない。竹雄と寿恵子さんの気持ちは考えてないよね。竹雄はずっとそばにいるし、寿恵子さんは待っててくれると思ってる。万太郎が離れていくのが寂しい竹雄の気持ちもわかるけど、万太郎はお寿恵ちゃんを迎えに行くためにも独り立ちしようとしている。集タイトル「野あざみ」の花言葉は独立。頼もしいはずの万太郎の成長も竹雄目線だと切ない親心。竹雄が万太郎から離れる時は、寿恵子が嫁に来て自分の役割が終了したと知る過保護なお母さんの卒業みたいになると思ってたので、まさか強依存に気づいた幼なじみ彼女として自ら退く選択をするとは思ってもみなかった。好きだから身を引く、そんな大事な話をするときに、その人が喜ぶ顔を思いながら覚えたであろうとびきりの手料理を振る舞う万太郎の分だけ。竹雄から向けられる万太郎へのベクトルサイズが規格外なんだよ。君に心配かけちゃうから僕ら一旦離れた方がいいかもね、あはは、と余裕で笑ってた男が、私出て行こうと思うと彼女から切り出されてショックを受ける姿みたいでしたね。立ち止まってあんたを振り向いて一緒に読んでくれるかね、これがまんま竹雄にも通じるしみる言葉なのよ。でもっておスエちゃんの足を引っ張るのも嫌、これも竹雄の感情として重なる部分だと思うのよ。東京に出てきた時には相棒と言われちょっと誇らしげだった竹雄が、峰屋の当主って言っちゃうところ、もう二人には大きな開きができてるって痛感してしまい、しんどくなってきた。万太郎が研究に人生かけてるように、竹雄は和歌のおもりという仕事に人生の半分以上をかけてきたんだもんな。とりあえずあれだ、竹雄は一度和歌離れしないと、そこに自分の存在意義を見出してしまうと先の人生がきつそう。奉公人としては正しいのだと思うけど、お給料もらってないどころか養ってるし、こんなに誠心誠意尽くしてたらいつか壊れないか心配になるわ。竹雄が桔梗を切り出し、お寿恵ちゃんが寂しさに耐えなければならない元凶は万太郎にあるけれど、前に向かって進む彼を視聴者含めて誰も非難できないのがすごい。石版の技術は絶対に必要で、それを習得するために荒っぽいところで修行しなければならないのも必然。
何よりこれが史実だからグーの根も出ない。時代の空気に触れなければ二人の関係は当主と奉公人という主従関係にとどまっていたかもしれない。今や二人は友でもあるけれど、竹雄から万太郎への死母の根底には間違いなく忠義があるはずだ。今日竹雄の忠義は一つの愛の形であることが分かった。愛が別離を呼ぶのか。前だけを見てまっすぐ突き進む人はとても魅力的だけど、それについていく人は大変。光が落とす影の部分もきっちり描く。竹雄と寿恵子の思いの部分には共感しかない。たまには立ち止まってほしいけど、足かせにはなりたくないよね。竹雄帰っちゃうのかな。ずっと万太郎と一緒にいてほしい。働くのは今日が初めて。奉公の子は家に来ていた。楽しそうだから働く。万太郎の素直さ無邪気さは彼の長所ではあるけれど、それが時には人の神経を逆なでしてしまうかも。八犬伝、古い本とはいえ簡単に手に入るものじゃないし、父親の形見だし、それを貸すってのは本当に好きで信頼できる人じゃないと無理だよね。薫風亭のボーイなのに料理までマスターしてる竹雄、めちゃくちゃ優秀でお店でも一目置かれてるんだろうな。さすが峰屋の大番頭の息子。世間知らずの上に好奇心旺盛。万太郎は何かに目標を定めると見境なく突っ走る。それのブレーキ役が竹雄なわけだけど、このブレーキも小さい頃の和歌をそのまま引きずっているから、安全装置が効きすぎて困る。爛漫の演出の良さはこの時代だから日中でも室内がちゃんと薄暗いところ。今日の印刷所内もちゃんと暗かった。夜になると一層暗い。その代わり朝なら朝らしい光、夕方なら夕方とわかる光、時間経過がちゃんと伝わるドラマはいいドラマ。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。